マッサージやエステ、整体、どんどん元の状態に体が戻ってしまうと。皆さんこんにちは、中川優希です。今日は手を上げるだけで背中、二の腕が細くなり、さらには首肩のこりまで解消していくストレッチのご紹介です。いやいや中川さん、そんなうまい話があったら今私が通っているマッサージやエステ、整体、これ必要ないんじゃないですかって言われるかもしれません。でも実は必要ない方の方が多いんです。どういうことかというと、僕自身も昔はすごく姿勢が悪くて首肩が凝ったり、筋トレしてて前の筋肉はつくんだけども後ろはたるんだままっていう時期がありました。それを改善したくて整体やマッサージいろいろ通ってる時期がありましたが、その頃はすごく経済的にも時間的にも圧迫が大きかったです。その頃ですね、ふと思ったんですね。これ通ってる時はすごく姿勢も綺麗になって症状を緩和するけども、忙しくなったりして通わなくなるとどんどん元の状態に体が戻ってしまうと。じゃあその時にこれ一生通い続けるのはちょっとしんどいなと思って、自分で骨や筋肉の仕組み、解剖学について学び出したんです。そしてちゃんと体の本質を理解してストレッチや運動をすることによって、そういった症状を全て解消できて、今ではそういったケアに使う時間がほとんどなくなったので、時間をねすごく有効利用できるようになりました。ですから皆さんもほんのちょっぴり解剖学を学ぶだけで、生涯ですごい時間と費用を費やす体のケアの部分ですね、これを削減できますから、ぜひ一緒に頑張りましょう。まず体の本質を理解するために大事なポイントとして、キネマティックチェーンという要素があります。これ何かっていうと、チェーンを思い浮かべてもらうと、チェーンの端っこを回すとそれの動きが波及して反対の方のチェーンまでぐるぐるぐるっとねじれていきますよね。これ体の中でも起きてまして、一部の関節を歪めるとそのねじれが波及して他の部分まで体が歪んでくるといった仕組みです。ですから二の腕、背中のたるみや首肩のこりで悩んでいる方の原因が実は手首にあるということ結構多いんです。チェックを一つしてみましょう。皆さん手を前に出してください。この状態で肘がありますが、この肘を曲げた時のこの線が向き変えないように手のひらを下に向けることはできますか？多くの方は手を回す時に一緒に肘までこうやって回ってしまうんじゃないですか？これが現代人の大きな問題の一つです。どういうことかというと、腕を回す時にこの前腕の骨がぐるっと一緒に回ってきて、そこから上腕骨、腕の骨も一緒に回り、肩が内側に入ると。この状態で過ごしていくと猫背が悪化しますから、前は縮み後ろはたるむ、血流循環が悪くなって肩が凝るといったメカニズムになります。ですから本来の人間の動きとしては、肘の曲げた線、これを動かさないように肘下の骨だけをしっかりと内に回すということができて正常です。これが一緒に回っちゃう方は、スマホを見たりデスクワークをしたりするときに一緒に背中が丸まってきていますから、それでは一緒に頑張りましょう。はい、ではまず前腕のストレッチからいきましょう。手首を曲げてゆっくりと前に、しっかりと腕の前が伸びる感覚を感じながら呼吸をします。手首はだいたいですね90度ぐらい曲がればいいですね。辛い時は浅くても構いません。呼吸は忘れずに。伸びにくい方はちょっとね肘を曲げたり伸ばしたりしながら、微調整しながら伸びが強い角度を探します。しっかりと硬くなっている前腕部の筋肉を伸ばします。日常生活ずっとね手首こう曲げてる方ばっかりですから、かなり硬くなってるはずです。痛すぎる人は浅くて大丈夫、無理をしないで呼吸して。はい、です。今度は手の甲を伸ばしていきます。体重かけてこれも痛い人はポジションとかね置くところ変えてもらっても構いません。ぎゅーっと押して、はい、手の甲が伸びていきます。深い呼吸の繰り返し、目いっぱい吸って、ゆっくり吐いて。体重かけるのがね余裕がある人は手の甲を近づけていくと手首の曲がる角度が強くなって伸びが強まります。この辺りがめちゃめちゃ伸びてて大正解で、体重かけるのが辛いなっていう時はこうやってね手を合わせるだけでもいいです。手の甲の辺りをしっかりと伸ばしていきます。深呼吸を忘れずに、もう一息だけ、ゆっくり吸って長く吐き切る。はい、いいです。今度は手を後ろに引きます。腕を外回しにしましょう。親指同士を背中でくっつけるようなイメージ。はい、胸を開きながら弱っている背中、肩甲骨を動かします。呼吸は止めないで長く吸って、目いっぱい吐いて。
ゆっくり吸って深く長く吐いて、体勢はね、座ったままでも立っても構いませんし、椅子に座った状態でもできますから、正座とか膝が辛い人は体勢も選んでください。はい、できたら耳の後ろまで手を引いて引いて、指先もしっかりパーにします。ふぅ、 OK、 リラックス。はい、そして体側伸ばしますが、まあ、体勢はね、何でも構いません。右手を持ち上げてゆっくりと横へ倒しましょう。ふぅ、この横っ腹あたりが伸びていきます。これ腕の付け根につながっている広背筋という筋肉があって、これがね、縮まると腕が内巻きに変わっていきます。しっかりと腕を伸ばしきってストレッチ。ほとんどの方がここが硬くなってますね。ずっと腕を下げたまま生活してるから、必ず縮まったところを伸ばして肘までピーンと遠くへ。いいですよ、その調子で。もう一息深く吸って、ゆっくり長く吐き切る。余裕がある人は肘を地面につきに行く。ラスト。あ、いいです。今度は反対側行きましょう。腕を外回し、必ずこれはね、忘れないようにしてください。はい、このまま息を吸って吐きましょう。横へ深く長い呼吸です。自然に手を上げて肘が曲がる方は、さっき言った広背筋が硬くなっているサインです。遠くへ遠くへ肘を伸ばしきって長く吸って、余裕があったら深く倒して吐く。どうですか、左右差はないですか。硬い方はね、長めにキープしてもらってもいいです。ワンセット多めにやってもらってもいいですね。左右の歪みを整えることが一番大切です。もう1センチ遠くへ遠くへ引っ張って OK、 いいです。はい、今度は手首をしっかり曲げて、指先はパーに開きます。皆さん縮まってますからね。はい、いいですよ。そのまま伸ばす。前腕部を伸ばします。これストレッチかかってくるところはここ、両手の前腕部分。手首をしっかり反らして、手のひらで壁を押し返すような感覚。そうするとめちゃめちゃ前腕伸びてきますよね。少し痛いなとか、硬い人はしびれが起きるかもしれません。そういった時はゆるくしてもらって大丈夫。ふぅ、はい、手は少し遠くへ遠くへ遠くへ、指先よりも手のひらですね、小手部分がぐっと遠くへ押し出されるような感じ。指曲がってないですか。伸ばしきって、辛いけど、ふぅ、 OK です。脱力しましょう。はぁ、で今度は肩甲骨を寄せる動きをしていきます。はい、これ胸を開きながら肩甲骨寄せますから、背中がさらにギュッと締まります。背中痩せ、二の腕痩せにも効果があります。ふぅ、よいしょ。これね、絶対腕の向きは内巻きにしないように、必ず外回しにしてください。手のひら上向きです。楽にした時に手が下向く人、これはね、注意が必要。日常的に腕を内巻きにする癖がついてます。ふう、そこから連鎖して肩が内に入ったりしますからね。必ず腕を外回しにすると胸も開きますね。デコルテまで綺麗に変わってます。あー、いいです。それでは四つ這いのポジションに行きます。膝が痛い人はね、膝の下にクッションとか引いてください。手を遠く、指先パーン。はい、胸をね、ねじりながら体側部分、脇を地面に近づける。はい、そしてここも指先がしっかりパーに開いてます。ポジションとしては右足の前ではなくて、ちゃんと反対側の足の前に手を置いて引くと伸びが強まります。反対側の足の前方に手をつきましょう。深呼吸。同じポーズでもちょっとした手の位置とか胸の向きで伸び方全く変わりますからね。肩が痛い人は浅くてもいいです。無理しないでちょっとずつできるように変わっていきますよ。ふう、リラックス。今度は反対側をやっていきます。それでは背筋を伸ばして、はい、反対の膝の前に手をついて、はい、後ろに少し胸をねじりながらキープ。ゆっくり吸って、深く長く吐き切って、はあ、もう一回息を吸って、
限界まで、はぁーと吐き切る。吐く息はため息をつくように、はぁーというふうに吐くと、体幹のお腹の筋肉も使えるから、お腹も締まります。口先でふーっと息吐きやすい方は気をつけましょう。ため息をつくようなイメージで、長く吐けますか？もう一息だけ。OK! はい、ではですね、最後は、腕を外回し、手を絡めた状態で外回し、で手を遠く引っ張りながら上下上下、はい、これで前腕部を伸ばしながら指も反らしていきます。手首を反らすときに手の甲が結構しんどいです。この辺りがねしんどくなりますけど、それも正解。しんどい方ほどそれだけ弱ってるってことです。普段ねこんだけ指とか手首反らすことないですよね。はい、腕を外回しにすること、さらに手首を反らすこと、いやこれがもしかしたらねめちゃめちゃ一番しんどいかもしれませんけど、頑張って、筋肉が喜んでいます。もう一息、ふう、ラスト、 OK、 お疲れ様でした。はい、どうでしょうか。最初よりも肘を回しやすくなったり、手を万歳しやすくなっているはずです。そういった方はどんどん背中を締まっていきます。このように体の仕組みや解剖学について深くお話をするオンラインサロン UFIT を開設しました。概要欄の方にリンクを貼ってますから、ご興味がある方はぜひ入会してみてください。今ちょうど1週間無料キャンペーンも実施しています。はい、ということで今日の動画良かったなと思った方は高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。